どうしてもイメージが巨人軍の香取さんなんで、まさか農作業やってたイメージないです。農作業はもう小学校3年ぐらいから。僕上から投げろってあれ大間違いですね。皆さんこんにちは、今回はですね、OB クラブさんとコラボということで、ゲストというかもう、よくこの方が来ていただけたなっていう、僕らからするともう伝説の人のような方なんですけど、まあ、この度ね、セノンスポーツゼロさんのご提供でこの番組をお送りできるということで、香取さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。香取さん、いいんですか、こんなの出ていただいて。これがあるからね。そうです。そうですね、僕ら会費を納めてますから、ね、いやいやいや、納めてます、ね、確かに香取さん、今日はもう香取さんに、僕らも、まあ、キャッチャーだけど意外にこうピッチャーにの方に聞けないことだったりをちょっと聞きたいんですけど、うん、はいはい、香取さんって球種何個あったんですかね。いや、投げるボールたくさんあったんだけど、はい、使うボールは少なかった、ね、まあストレート、はい、まあ普通に言うと、まあストレート、カーブ、スライダー、はい、ツーシーム、フォーク、はい、チェンジアップ、シンカー、ダンフィンガーのカーブとか、サインは出ないです。伊藤さんから出ない。伊藤さんも含めて、いろんな方出なかったです。一応連射でもしましたよ。じゃあ、今でいうカットとか、例えばツーシームはもう、香取さんの時はシュートとかって呼び名で投げた。シュートで握りを、まあ、ボール面を変えるのかな、握りを深くすればシンカー、浅くするとシュートって感じだったんで、今でいうツーシーム、もちろんツーシームにかけないとシュートしないので、で親指の位置をずらしたりとか、そういうのやってましたけど、それから、まあ、僕らが後半になってからかな、晩年になってカットボールと、カットボールって何だろう、真っすらだったんですね、昔は。真っすら真っすら。そうっすね。いや、ちょっとしか曲がらない。ボール1個しか曲がらないのが、まあ、カットボール。でもそれ以上曲がるとカーブの中に入ってしまう。カーブの角度が手首の角度で変わるので、縦に落ちるのか横に曲がるのかというふうに変わってくると思うんだよね。香取さん、ジャイアンツ時代からもうというか明治の時からサイドスローというかこのスリークォーター、もっと前からね、高校の自分からだったの。それは当時はワンダースローか上からかみたいだったですから、あの角度ってなかなかないですもんね、香取さんの。やとはいってもともとキャッチャーだったんで、高校2年までキャッチャーやったの。あ、そうなんですか。それでまあバッティアでながら、まあ、膝痛めてまあ現役できないのかなと思ったんだけど、なんとか治って、でバッティアでながらやってる時に、たまたま長い時間投げなきゃいけないので、今 の投げる場所に収まってたということかな。はい、キャッチャーだったんですか。キャッチャーだった。もうそれはどこ行くか分かんない、キャッチャーだった。肩は強かったけど。肩は強くですね、うん、香取さんだってバックスクリーン平気で超える、入るぐらいの肩だったですもんね、キャッチボールやったら。まあ、そうかもしれないですね、確かに。うん、それはまあ そういうところで鍛えられた分もあると思うけど、まあ、その前に生活環境というか子供の時の環境がうち百姓だったの、はい、だから草刈ったりとか、まあ、牛も飼ってたんで、はい、運び物だったので、今では迷信ボールみたいなのやってたわけです。毎日自然にやってたもうそれはもうそれしかない、やらないから。なるほど。どうしてもイメージが巨人軍の香取さんなんで、うん、まさか農作業やってたイメージないですから。農作業はもう小学校3年ぐらいから働いてたんで、それぐらい、まあ生活環境の中でやらないと終わらない仕事があった。それはたまたまそういう運動があって、でだんだん上に行くたびに、あれ、これって迷信ボールの練習と一緒だなというのがたくさんあったかもしれないね。じゃあ高校に入って、まあ途中からピッチャー、すぐピッチャーになったわけですよね、うん、その時はもうじゃあまっすぐとカーブぐらいのもんですか。まっすらとマッシュみたいな感じだったかな。まあカーブ投げれなかった。外に行くとスライダーかって、インコースでシュート変えてみたいなボールだったんで、だからこうバッピやってる時も多分打ちづらかったと思うんですね。そうですよね。それでやっとこう曲がり球を覚えたって感じですね。嫌なバッピですよね。いや、こっちは感じないけどバット嫌な顔してるから、確かに。シュートじゃ練習なりますけどね、うん、じゃあ今日はそのまず投げ方をちょっとお聞きしたいのは、技術的にまあたまたまこの角度だったって言うじゃないですか、うん、上手投げで通じないからサイドがいいんじゃないかっていう、うん、まあ簡単に斉藤正樹さんとかで、僕は楽天の二軍監督の時にどうしても上からだったら140ちょぼちょぼだし、うん、で変化球もそこそこだからちょっと斜めっぽいんで下に横にしたらっていう風にして、安易な考えで変えようかって言ったことあるんですけど、香取さんはどういうところで技術的には見極めてこの角度を変えさせちゃった。変えるというか、基本的にあの肩の位置っていうのはもうレベルっていうのは肩と肘はだいたいこう90度ってまっすぐになりますよね、はい、で伸ばすとこの角度です、はい、肩が水平の時には耳の横しか手首来ないんです。実はなるほど。これを倒せば分かる。自分の体を倒せば、あ、そう、これでこうやったら力出てこない。
こう投げられない。で投げれない。確かに。もう当然こう後ろのこうねこの肩甲骨が変に動かない。でここで止めとけば一番力の強いと、まあそれで押せば分かるんだけど、こうやってね、こうやって押してもらえるんで、強く押せる。あ、そうですね。こうやってやると。痛い絶対痛い今50肩になったわ。それをこうやって球行かないよ。確かに、うん、絶対行かない。肩甲骨はこう収まってるとこなんで絶対押せるとこ、はあ、全然押せますもんね。それはその角度が大体耳の横がで、まあ、トップにした、はあ、リリースの場所だよね、ええ、これで倒せばオーバーハン、下げればアンダーハンだけなの、はあ、これ香取さん、あの一時 GM やられたけどコーチでいた方が良かったですね。ピッチャーがもっと行きました。わからないんですけど、たまにアドバイスもしましたけどね。そういうでもアドバイスってプロでもしてくれる方いないですよね、うん、いや自分がやってる頃はそういうアドバイスはしましたけどね。ということは体をこう横振りにしやすい人は下げればいいし、下げ、まあ、こう普通にこうレベルに回る人、あレベルに回れば横でもいいって、もちろんいいってことですよね。そうそう、レベルに回ると要は腰も一緒にレベルに回るわけです。あこうやって回れる、これはレベルです。腰が上がったらオーバーですよ。でこれが下がれば当然アンダーになるんで、そこの位置を見てあげれば、何でもないゴロ取って投げるときにこう角度が多分一番ベストなところです。キャッチャーの方がそうこうですもんね。しかいかない。まあ、これはこうねインバウンドで投げてますから。絶対こうならない。ならないですよね。できない。だからそこその今の香取さんの言われるのが一番大事なところですね。まあ、壊さない。そうですよね。だって無理やり上げて投げたら絶対痛くなる。そうですね。で変なところがこう大きくなる。弱いところ。そこに筋力ないから。よく上から投げろってあれ大間違いですね。子供らみんなこうなりますもんね。あんまり良くないですね。まあ、この辺の位置で自分の体と合わせてくれれば投げてくるんで、その位置を覚えてくれれば一番いいかなと思いますけどね。ちょっとここでもう一回お聞きしたいのが、後でやってもらいたいんですけど、よくピッチャープレートを使って、まあ、僕らもアウトコースにまっすぐ投げたいならこっち来た方がいいんじゃない、でクロスに投げたいなら右使った方がいいんじゃないっていう、漠然としか思ってないですけど、うん、香取さんのお考えはどうなんですか。プレートどちらを使った方がどういう時にいいのか、まあ、どこでもいいんじゃないですか。それは基本どこでもいいんですか。ただ踏み出す場所が、例えばスパイクの幅がこの幅だったら、はい、同じ幅の中に収まればいい。この幅だったらこの幅の中に収まればいい。この幅 この幅の間に、これが極端にこれインステップだよね、はい、これアウトステップだよね、はい、スパイクの幅の間にどこか収まってくれれば問題ないと思う。はあ、なるほど。シンプルですね、香取さん。かなりシンプルです。でもかなりシンプルじゃなきゃあの頃あんだけ投げれないですよね。いや、それ仕事だったからね。仕事でしたよね。それもあるんですけど、まあ、まあちゃんと投げれば、正しく投げればあんまり故障はしないはずです。まあ、投げ終わった後にこの腕の使い方とか、これが外向いてくるとロックされて肘痛めたりとかするんですけど、それちゃんとこういうのを収めてくれればいくらでも入ってくる。いや、キャッチャーだってこうやって投げないでしょ。そこだんないですよね。だって投げる、いや、こうやって投げますよね。で手はどうだって収まる、最後は。こうじゃないですか。こっち収まるよね。ああ痛めないよね。ああ痛めない。中にこういうピッチャーがいるんです。あの川崎球場が僕らの時あったんですよ。で僕らは試合伊藤さんがいて出れないんで、中でブルペンでやったんです。いやね、引っかってやります。ネットがあってキャッチャーが肩壊す。キャッチャーみんなおかしくなってる。おかしくなってる。あれはよくわかります、ね、ああいうことですね。そうそうそう、もう当たるから。当たるからとにかく低かったんでキャッチャー大変だったと思う。そうですよね、うん。あ、そっか、やってるんです。香取さんあそこで投げてくれたんですからね。何年かやってるんですよね。それも先輩に返すのにこっから投げてみたいなね。で、塗った後はこうなるんです。そうですね、うわっしゃー。そんでピッチャーに腰痛めるそういう経験でした。それが、まあ、甲子園のインドアもそうですよね、今。昔のところ。あ、昔のですね、うん、狭かったですもんね。そういうとこもあったんで、それはかなりキャッチャー気づかったと思う。まあ、その時には正しく投げればね、そんなことはなかったと思うので、やっぱりそれをこう適当に投げてしまうと壊す可能性もある。キャッチャーだって壊す可能性がある。そうですよね、うん、みんな壊しましたもんね、弱い人。何人か知ってますよ。壊した早く投げろってどっか違うとこ投げて。そうですね、あれどこ投げてるのって見たんだけど、それを慌ててやるとやっぱり投げれなくなって。そういうことなんですね、うん、特にあの先輩に投げる返すとかね、後輩にはターンと返すけど、先輩にはおいみたいな。そうなんです。人は何人かいましたね。安倍晋之助でもイップスになったんですからね、先輩に返すのが。もう知ってますけど、それはもう肉弾2年目、2年目の時に合流しましたけど、うもうブルペンでよく修正しましたよ。香取さんあれアドバイスだったんですね。やってました、ね、やってました、やってました。ブルペンドーン降りてくるって言ってましたから、うん、名前言えないけど工藤投手だったらしいんですよ。いや、もう一人いる。いや、もう一人、まあ、あと二人いる。二人も三人ぐらい。三人じゃなっちゃいますよね、うん、まあそれはもう仕方ないです。まあ、他に、ね、内野手でもね、ファーストがとんでもない人だったら、はい、ボートしただけだったらね、当然なる人もいたわけだし、
それはもうどの球団でも、まあ、そういう、まあ、イプスという病気にかかる人がいましたね。で変わるとこのボール投げる、ね、間一髪のプレーは本当にいいボール投げる、そうですね、イージーゴロがどっか行っちゃう、そういうことですね、まあ、それはもう全部共通してますね。加藤さんとちょっと今度は球種のことを、まあ、もちろん向こうで技術的に教わりたいんですけど、握りっていうのをよくフォーシームっていうじゃないですか、はい、フォーシーム、まあ、真っ直ぐのことですよね。真っ直ぐ2目を4つ使うってどういうことですか。 1,2,3 この4つ、あ、フォーシームですよね。俺1個足んないなっていつも思って、 1,2,3,4 かかってるの4箇所、ここもかかってるってことですね。 1,2,3,4 使う、これで5になっちゃうから、ツーシームっていうのは2だよね当然、はい、この指にかかるのが2ってこと、はい、これが4ってことですよね。1、2、4箇所かかってる、ね、フォーシーム、あ、そう、来てよかったです。これがツーシーム、僕あの全部スリーシームしか考えられなくて、いやこれは1本2本だ、1本しかないからそれとは違うから、この指にかかるのが1本2本1箇所2箇所3箇所4箇所の、まあ、ここですね、これがフォーシーム、簡単に言えばまっすぐです、いいんですね、まっすぐです。でツーシームがさっき言ったように1本2本でツーシーム、はあ、でこれがさっき言った早いシュートで、こうやると遅くなるシュートって、はい、こう感じですかね、こうこれ、はあ、で早い方で遅くなる、あ、そんなんでいいんですか。もうちょっと広く持つと、まあ、スプリットに近いこう沈むボールになってくる、はあ、スプリットですね、 これも正しく投げないと、まあ、通信向けのボール必ず投げたら手は外に回るんですよ、はあ、痛めない、はい、ところカット系になるとこの時に切る時に親指が出てくるとロックされて痛める可能性があるので、それは必ずこう切って親指掴んで投げなきゃいけない、だからこう掴んで投げる、だからこう回転する、こういうふうにするとやっぱりここでロックされて痛める可能性、僕いろんな YouTube でいろんな人がその投げ方とかいろんなの見てたんですけど、そうかなと思ったけど今日初めてなんかなるほどと思いました。でこれでこのままカットでこうやれば回転するでしょ、回ってますね、うん、もう一回いきますよ、こうやって親指掴んでる、はあ、いきますよ、親指を掴む、回転、掴んだら曲がってんですね。これをさっき言ったように出すと難しい、そのグニャ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 ですね、曲がるんだけど結局こっちに負担が来るんだよ、はあ、こうやってやるとやっぱこうやらなきゃいけない、じゃなくてやっぱりこのまま持ってる指で掴んでこう収めてあげるとここに必ず入ってる、痛めないと、はあ、通信向けはもうこっちに外れてるんで勝手にこうこっちに入ってくる、こういうふうに入ってくるわけです、うん、ストレートも同じようにやっぱり掴んでくる、はあ、でチェンジアップも同じようにこう掴める、掴んでるんですか、まあ、フォークもどっちかというとこのままこっちにこう入る、はあ、これでも落ちるんですけどね、これはじゃないとやられてしまう、はあ、こことここやられてしまう可能性、いやこれ香取さんはもう一度コーチとヘッド兼いろんな球団のこともできますんで、ヘッド兼ピッチャー教えてあげてほしいですね、プロ、まあ、ジュニアの方はね15アンダーの方で、まあ、今たまたま監督やらせてもらってるんですけど、まあ、預かった選手はみんなそれは教えます、ね、それはもうピッチャーに限らず、まあ、スローイングすることに関しては基本一緒ですから、ただ内野手は小さくする、まあ、ショートスロー、はい、外野ちょっと伸びてくるね、やっぱりナチュラルスローか分からないですけど、はい、違いがあるんですけど、はい、基本ここから全く一緒なんです、はでそれが今たまたま内野手がこうやって投げてるのに、はい、こういう子の中にいるんです、ピッチャー向いてるかもしれない、はそこで発見できるかもしれない、は、うん、それもある、ただし投げ終わった後にコーヒーに収まないと痛める可能性があるので、これはもうどの子でもしっかりとこうなるのを止めるように掴んでおせる、はすると大体いいボールいきます、抜けボール少なくなんかみんな野手は野手の投げ方ピッチャーは違うみたいな、うん、こう軌道だったりとか多いですもんね、違いっていうのは投げた後の右足投げ方で、野手っていうのは意外とこう投げたらこうパンとこうなりますね、はい、ピッチャーはこう変えてる、その差ですよ、まあ、こうやって投げるのとかでこう軽くってパンと投げる、これピッチャーだよね、野手はそうなりますね、遠く投げないと力のボールのまま投げないでしょ、あ、なるほど、うん、だからそれでも投げれちゃう、でピッチャーは本当に強いボール投げるので、うん、全体を使わないといけないので、うん、そういう動きになってくるんですね、はあ、今日は、新興園地にあるセノンスポーツゼロに来ました、OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます、こんな施設もあります、疲れた後は
酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピード感が導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。